あ、皆さんこれ前に書いてあるピントと被写界深度っていう話なんですけど、この中で被写界深度っていう言葉を人生今まで50年以上生きてきて初めて聞いた人いますか？一人だけ。被写界深度っていう用語は生まれて初めて、はい、大丈夫ですか？ご安心ください。人生初めてってことは必ずありますから。でですね、今ピントっていうのと被写界深度っていうのはまあ本来よく混同されて使われてるんですけども、今カメラがあって、まあ、被写体があると、まあ、一応まあちょっととりあえず人にしておきますね。でピントっていうのは通常は皆さんオートフォーカスで合わせますね。オートフォーカスで合わせる。でオートフォーカスで合わせるときにこのカメラがどういうアルゴリズムでピントを合わせるかは別として、とにかくピントっていうのは今フィルムないですけど、フィルム面から被写体までの距離、これレンズからの距離じゃないですからね、何ミリ何ミリっていう場合の、これがまあ撮影距離、撮影距離になりますけども、理論的にはどっかにどこにどう合わせても近いところから遠いところがあって、ある一点しかピントは合いません。ピントっていうのはカメラのまあフィルム面からある被写体までの撮影距離一点だけがピントです。ピントっていうのは一点だけです。ところが実際写真を撮る場合、この被写界深度という用語があるように、理論的には一点しかピントが合ってないんだけども、そのピントが合っている前から後ろまで、これ1対2ぐらいだって言われてますよね。後ろの方が長いよね、ピントの合う被写界深度の合う範囲は。前は少なく後ろの方が多いんですけど、この範囲のことをすなわちピントが合っているように見える範囲のことを写真の用語で被写界深度と言います。先生いいですか？はい。その深度というのは長さというのはあるんですか？いい質問ですね。その長さをどうコントロールするかっていうことを今から話して、そのコントロールする練習を今からするんです。あ、すいません。もうちょっと限定戻りますよ。本来ピントはある一点しか合わないんです。本来は物理的な原則は。ただ実際皆さん写真撮れば、まあ、全部ピント合ったわとか、ここからここまでピント合ってるわっていう被写界深度というものが実際存在しているわけですね。見た目上ピントが合っているところで、この被写界深度をこの合っている範囲が広い、こっからここまでピントが合うよっていう、その被写界深度が広いのは被写界深度が深いと言いますね。被写界深度っていう言葉なんで。で逆に少ししかピントが合わない、こっからここまでしか合わないよという場合は浅いっていう言い方をします。で被写界深度が浅いのと深いのはどういうふうに変わるかっていうと、一つはレンズ性能によって変わります。レンズ性能によって変わります。被写界深度が深いレンズと浅いレンズとあると、それはいわゆる広角レンズは被写界深度が深い、望遠レンズは被写界深度が浅いという、そのレンズの特性、あるいはレンズの明るさ、 F1.4 の 50mm と F2 の
50ミリではまた被写界深度も変わってくる、そのピントの合う範囲が変わる。でそういうレンズの特性はとりあえず置いといてですね、この被写界深度をコントロールするには何を利用するか分かりますね。分からないですか。絞りを。そういうことなんですね。すなわち被写界深度を今ここでやってるのはコントロールするために絞り値を変えるってことなんですね。絞り値を変えると、じゃあ基本的な質問ですよ。被写界深度が浅いのと深いのとあって、深くするためには絞りはどうすればいいですか。大きい数字、もういや、もう数字、数字そのまま小さくていいか、そう、小さいのは穴を開く、うん、穴を小さくすると被写界深度が増える、すなわち F 値、あの絞り値を上げる、絞りの値が F4 にあったのとF8、F16 にすればこっちの方が深くなると。この原理原則は分かりますかね。では皆さんここ長く通っている方は分かっていると思います。で今からやる実習はですね、後ろにこの水墨画の本があって、あの左の本は何とか専用って書いてあるんで触っちゃいけないみたいなんで、右の方の棚にある本を自分で一冊持ってきて好きなページを開いて、なるべくほとんど文字のページの方がピントが合ってるかどうか分かりやすいんで、文字のページをどっか開いて、で斜め45度ぐらいから三脚ある人は三脚据えて、まずピントを一番絞り値を開ける状態、一番小さい数字 F4.5 なら F4.5、 F2.8 なら F2.8 で一番手前のを置いて、一番手前の方に一回合わせてみてください。そして絞り値を2段階ずつぐらい変えて一回撮ってみて画面で確認してください。どのくらい変わるか。皆さんどうぞ右の棚にあるやつ好きな本取ってきてやってください。はい、やりましょう。